皆さんお久しぶりです。いきなりだけど年末年始スペシャル2023やってくよ。ああ、こんなんだった、こんなんだった。結構忘れてるもんだね。カタカナ選ばないといけないんだった。小文字もちゃんと選んでくださいよ。おお、その声は秘書の。ケイトです。ケイトですよね。そんな声だったっけ？まあいいや。今回の秘書はこいつだ。毎度思うんだけど、このフラッグダサいよ。ここは04の方がいいね。自分で作るのはちょっとめんどくさいけど。04のフラッグも大体パターン決めちゃってますけどね。毎回似たようなのにしがちでしょ。君まだいたんだ。出番ないよ。なんでなんですか？めんどくさいからだよ。スペシャルの時は早くゲームを進めたいからね。編集は最低限だよ。そんなこと言わずに久しぶりなんだから使ってくださいよ。というわけで年末年始スペシャル2023始めていくんだけど、まあ今回年末ということで時間ができたっていうのもあるんだけど、実は心に深い傷を負ってたんだよね。前回で終わるっていう動画を出したのにはもちろん理由があって、実は坂つく2002は数年分、坂つく04は約70年分、録画が消えちゃったんだよね。2002は数年分だからいいんだけど、04は70年だからね。もう気が狂いそうになったよね。もう坂つくを見るのも嫌になったよ。というわけでもう二度とするもんかと固く心に誓ったんだけども、そこは坂つくまたやりたくなっちゃうんだよね。まあセーブデータ自体は残ってるからまた機会があれば、現在の状況くらいは動画にするかもしれないけど、連休以外はあまり時間がないからね。いつになるやら。こんな感じで今後は未定ですけど、不定期で動画を出していけたらなと思っています。長いよ長い。そんなに喋るんだったら私にも。ちなみに今回の縛りは関東各縛りにしようと思うんだけど、さすがに外国籍抜きだと楽しみが半減するので、外国籍と外国籍の特殊エディットはありにしようと思います。一応有名どころのマイナーズは取らないようにしようとは思ってますけどね。有名なのにマイナーズってどっちだよ。はいはい、それではご覧ください。
スポンサー少なすぎんか。リセットしたいわ。とりあえず補強したいんだけど、関東各いるかな。やめてください。破産しますよ。年末年始スペシャル終わっちゃいますよ。わかってるよ。破産したらそこでゲームオーバーだよ。何、安西先生風に言ってるんですか。定期的に言いたくなるんだよ。悪いか。めっちゃ悩んでる。一応調べてるだけだよ。サービスはここまでだ。もう君の出番はほぼカットだ。いつものように絶対使わないやつは切ります。クラブの格が上がる前に切ります。
まさかのスカウト報告。こいつかな？新潟って関東だったっけ？ギリ入ってたっけ？やっぱこいつっぽいな。どうやら新潟は関東じゃないっぽいわ。まあ俺調べだから怪しいけどね。もし新潟は関東だよって人がいたらコメントください。また一つ賢くなれるんで、知識は力になります。やめてください。
穏やかな春の到来を予感させる一日です。今シーズンから J2 に加入してきました初登場レオーネ対パープルサンガ、実況はおなじみの八塚博士。まさか勝てるとは。開幕戦の京都に勝ちってなかなかないよ。日本晴れとはこういう天気のことを言うのでしょうか。お、ああ。勝つには勝った。2連勝は奇跡すぎる。だがその代償は大きすぎた。テレビをご覧の皆さん、こんばんは。てめえらの血は何色だ。もうダメ、リセットしたい。
今日は天気がいいですね。本日は こんな雑魚っぽいやつでも一応調べてるよ。すんごい雑魚だったよ。全国のサッカーファンの皆様、こんにちは。なんか強いね。昇格とかしちゃうのかな。少し寒さが和らいでまいりました。本日は J リーグディビジョン2第6節ベガルタ対レオーネ、レポーターのジローラモさんと一緒にお送りしたいと思います。はい、ジローラモです。今日は頑張ってレポートします。さあ注目しましょう。リーグ戦も始まったばかり。各ティー
サッカーを愛する皆さん、こんばんは。こんばんは。 J リーグディビジョン2 7回戦、現在第4位、勝ち点11レオーネ、対するは第3位、勝ち点11ヴァンフォーレ。実況は私、八塚博。ピッチにはパンツェッタジローラモさんがいます。ジローラモさん、よろしくお願いします。はい、八塚さん、みなさん、こんばんは。楽しみな顔合わせですね。リーグ戦序盤、ここで調子をつかみたいところです。今日は天気がいいですね。本日群馬あって関東だよね、確か。でもさすがに30超えてたらね。
春も竹縄となってまいりました。本日は J リーグカップ、さあトーナメント1回戦、負ければその場でジエンド。ご覧の通り、今日は雲一つない青空が広がっています。今日は全国1億5000万のサッカーファンの皆さん、こんにちは。
桜の花も今が盛りと咲いております。徳島ってもうほぼ関東でしょ。とってもいいかな。今回は自重してください。ご覧ください、この輝く太陽。緑の芝が太陽の光で鮮やかに、日本晴れとはこういう天気のことを言うので、
桜は夜になっても綺麗ですね。今晩は J リーグディビジョン2、14回戦、レオーネ5勝5敗3引き分け、対するはパープルサンガ9勝4敗引き分けなし。今日はパンツェッタジローラモさんとお伝えしていきます。レポーター皆さんいかがお過ごしでしょうか。 J リーグの全チームがホームアンダーウェイでトーナメントを戦います。 J リーグカップ、さあトーナメント2回戦、1回戦は苦戦の末の勝利でした。第1試合、レオーネ対ジュビロ。実況担当は八塚博史、ジローラモさんがピッチ上にいます。ジローラモさん。はい、ジローラモです。今日は頑張ってレポートします。面白い対戦になりました。それではピッチの方にカメラを向けたいと思います。
5月に入り、季節的に選手たちもプレーしやすいのではないでしょうか。今日は J リーグディビジョン215回戦、リーグ7位レオーネ、今日の対戦相手は現在第4位アルビレックス。実況はおなじみの八塚博史、ジローラモさんが。初夏というにはまだ早いようです。本日ここ数日過ごしやすい日が続いております。今日は
全国1億5000万のサッカーファンの皆さん、こんにちは。今日は J リーグディビジョン全国の J リーグファンの皆さん、こんばんは。こんばんは、J リーグディビジョン。そよ風が心地よい季節です。本日は J リーグディビジョン ご覧ください。この輝く太陽。
この後にマイナーズの大量入団でもあれば2位まではいけそうなんだけど、もちろんそんなわけもなく補強すらできるかもわからないわけで、今年の昇格は絶望的なわけで、今回はここまで。